ピサはイタリア共和国トスカーナ州にある都市であり、その周辺地域を含む人口約9万人の基礎自治体。ピサ県の県都である。かな天気としてはピザが現地音に近い。ピサはパイザと発音される。ピーサの表記もある。市北部にはピサーの山があり、バルダルの谷と接する。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り。LI は リボルノ県所属を示す。ピサの起源は数世紀にわたって不明なままである。市は二つの川、リグリア海で、形帯を形成するアルノ川とセルキオ川の合流地点にある。ペラスゴイヒト、ギリシャ人、エトルリア人、リグリア人といった多様な民族が市の創立者として名を連ねてきた。紀元前五世紀からの考古学的痕跡は、市が海に面して、ギリシャ、 ガリアと交易を行っていたことを立証している。1991年のアレーナガリバルディでの発掘作業中にエトルリアのネクロポリスの遺跡が発見され、エトルリア人が主導的地位にあった可能性が高まった。古代ローマの書物でピサは古都と,として記述されることが多い。マウルス・セルイー・ホノラトゥスはピセオ、テウティ、またはペロペスが 紀元前13世紀に町を作ったとした。ストラボンはピサの起源を神話の中のトロイ陥落後のピロスオーネストルにあるとした。ベルギリウスはアイネースにおいてピサはすでに大きく発展した都市だと記述した。エトルリア人の土地にできた死の基礎はアルフェウス川流域出身の移住者にあるとされていた。軍船の武器である昇格はピサが起源とされており、 ピサの軍港としての役割はすでに古代から揺るぎのないものとなっていた。ピサは当時小さな村に過ぎなかったジェノバからオスティアへ至る沿岸唯一の防衛拠点であった。ピサはローマ海軍の対リグーリア人、ガリア人、カルタゴ人遠征の基地とされた。紀元前180年ローマ法の下で植民地ポルトスピサヌスとなった。紀元前89年 コルトゥス・ピサヌスは、ムニキピウムとなった。皇帝アウグストゥスは重要校として、植民地の防衛を強化し、その名を、コロニアユリア・オブセクエンスへ変更した。313年以降、キリスト教の主教座が置かれていた。ローマ帝国の末期、イタリアの他都市は衰退の道を歩んだが、ピサはさほど衰えなかったと言われている。これは、河川の水運の規模の大きさと、 強力な防衛力に支えられていた。7世紀、ピサは、ローマ教皇フレゴリウス一世に対し、教皇が行うラベンナの大貧はシローマ、帝国軍支援征において、おびただしい数の船舶を供給することで支援した。ピサは、トスカーナが、自らの通商権が妨げられた、近郊地域とともに同化したことで、大した抵抗もなくロンゴバルド族の手に落ちた中、 たった一つ残った東ローマ帝国の中心であった。ピサはこのやり方で、北、ティレニア海の主要港として、その存在を重くし、トスカーナコルシカ島及びサルデーニャ島、フランススペインの南岸間の主要貿易中心地となった。カール大帝が、ロンゴバルドをデジデリウス式のロンゴバルド軍を774年に打破した後、ピサは危機を迎えたがすぐに回復した。 政治的には、ルッカ公国の一部となった。930年、ピサは、トゥスキアの辺境港内の州都となった。ルッカは、首都となったが、ピサはそれをしのぐ、最重要都市となった。10世紀半ばのクレモナ司教リュートプランドは、ピサを、トゥスキア州の首都と呼んだ。そして1世紀後、トゥスキア辺境港は、ピサ港と普通に称されるようになった。 の方針に反し、イタリアにおける最初のコムーネ戦争の主役となった。海軍の要衝としての観点から、9世紀以降さら先人海賊の出現が死をその海軍力の拡大に借り立てることとなった。続く年月、この海軍力がピサにさらなる拡大の機会を与えた。828年、ピサ艦隊が北アフリカを猛襲した。 871年、ピサ艦隊は、サラセン人からのサレルノ防衛の主力となった。970年、ピサ艦隊は、カラブリア沿岸の前線で、東ローマ帝国艦隊を打ち負かすという、オットー一世の遠征に、強力な支援も行った。ピサ共和国の旗。イタリア海軍機を構成する、歴史的なイタリア海洋共和国機の一つピサの、 力は強固な海運国家として成長し始め、歴史的なイタリアの海洋国家4つのうち1つに数えられる伝統ある栄誉を獲得した11世紀に頂点に達した。当時、ピサは非常に重要な貿易士であり、突出した地中海商人の艦隊及び海軍によって管理されていた。1005年、南イタリアのレッジョカラブリア略奪によってその勢力を伸ばした。 ピサは絶え間なくサルデーニャやコルシカを基地とし地中海を支柱に置こうとするサラセン人と対立した。1017年、サラセン人ウオームがヒドの敗北によってジェノバと同盟したピサがサルデーニャを陥落させた。この勝利はピサにティレニア海での覇権を与えた。ピサがその後サルデーニャからジェノバを追い出すと新たな対立と敵対関係が二つの 海洋共和国の間に生まれた。1030年から1035年の間、ピサは、シチリアにおいていくつもの敵対する町を打ちまかすのに、成功し、北アフリカのカルタゴを征服した。1051年から1052年、提督ヤコポチュリーニがジェノバから、さらなる奮闘を挑発して、コルシカ島を征服した。1063年、提督ジョバンニオルランドは、 サラセン人海賊からパレルモを奪ったノルマン人ルッチェーロ一世の支援へ向かった。パレルモでサラセン人から黄金の財宝を奪うことをピサ人は許された。1060年、ピサはジェノバとの最初の戦いに従事しなくてはならなかった。ピサの勝利が地中海でのその地位を堅固にすることとなった。教皇グレゴリウス7世は1077年に ピサ人によって施行された海の監修法を承認した。そして皇帝ハインリヒ4世はピサに長老会議で助言される独自の執政官を任命する権利を授けた。これは単純に当時の状況の確認であった。なぜならばそれまでピサ公がすでに権力から締め出されていたからである。1092年教皇ウルバヌス2世は ピサをコルシカ及びサルデーニャにおける創始国として認め、同時に町の地位を大使教座の位へ引き上げた。1088年、ピサは北アフリカのマフディアを略奪した。4年後、ピサとジェノバの艦隊はバレンシア王国のエルシットを打つカスティーリアをアルフォンソ6世を支援した。120隻ものピサ艦隊は第一回十字軍にも参加した。そして、 ピサ人は1 9 9 9年のエルサレム占領において助けとなった。聖地へ至るピサの艦隊は東ローマ帝国領の島々をいくつか略奪する機会を忘れなかった。ピサ人の十字軍はピサ大司教ダゴベルトに率いられていた。ピサとその他の海洋共和国は十字軍でシリア、レバノン、パレスチナの統治中海沿岸諸都市で通称地点や 植民地を作った。特に、ピサ人は、アンティオキア、ヤフファ、トリポリ、ティルス、ラタキア、アッコンに植民地を建てた。彼らは、エルサレムとカイサリアにも、別の所領を持ち、加えて、カイロ、アレクサンドリアにより小さな自治権を持つ植民地を抱えていた。もちろん、コンスタンティノープルにも、皇帝アレクシオス一世イコムネノスから、 特別な経流許可と通商権とを授けられていた。これらすべての都市で、ピサ人は特権と調税免除権を授けられていた。しかし都市が攻撃された場合は、防衛に貢献しなければならなかった。12世紀、コンスタンティノープル東部にあるピサ人居住区は人口1000人に成長していた。12世紀の数年間、ピサはベネツィア共和国に打ち勝ち。 東ローマ帝国と軍事同盟を結んだ国家であり、最も地位に揺るぎない商人となっていた。大聖堂附属占領道1113年、ピサと教皇パスカリス二世は共にバルセロナ博とその他プロバンス及びイタリア諸侯と組んでムーア人からバレアレス諸島を解放する戦争を始めた。マジョルカの王、王妃は鎖につながれてローマへ連行された。 村人町はすぐに諸島を再征服したのだが、戦利品はピサ人が壮麗な建物の部品とするため持ち出していた。ピサは西地中海における最高位を狙える地位を得た。その後数年の強力なピサ艦隊はピエトロモリコーに大司教に率いられ、残忍な戦闘の後にサラセン人を海へ投げ込んだ。短期間ではあるが、ピサのこのスペインにおける戦勝は、 ジェノバとの敵対関係を悪化させた。ピサの対ラングドック貿易、対プロバンス貿易は、イエール、ホス、アンティーブ、マルセイユのような都市で、ジェノバ勢力の障害となったのである。1119年に、ジェノバが母国へ戻る、途中の数隻のピサ船舶に攻撃したことで戦争が、始まり、1133年まで続いた。二都市は互いに陸海で争ったが、 戦闘行為は、海賊のような猛攻と略奪に限られていた。1135年6月、クレルボーのベルナルドスが、ピサ会議の主導者となり、彼は1130年に選出された教皇、アナクレトス2世に対抗して、インノケンティウス2世の権利を援護した。アナクレトス2世は、ノルマン人支持を得て教皇に選出されたが、ローマの外では正式な教皇に認められていなかった。 インロケンティウス二世は、ジェノバとの対立を解消すべく、ピサとジェノバそれぞれの領域を取り決めた。ピサは、決定に習ったが、ジェノバによって妨げられた。シチリアオールジェーロ二世とインロケンティウス二世の対立が関係していたためである。海洋共和国の一つ、アマルフィ共和国を、ピサが1136年8月6日に征服した。 ピサは港に停泊する船舶を破壊し、周辺地域の複数の城を略奪、そしてアベルサカラルチェーロ2世が送り込んだ軍を後退させた。この勝利がピサをその権力の頂点へ導き、ベネツィアと対等の位置へと押し上げた。2年後、ピサ兵がされるのを略奪した。続く数年、ピサはギベリンの忠実な支持者の一つであった。これが皇帝フリードリヒ一世によって、 さらに評価された。彼は1162年と1165年に2つの重要な公文書と以下の特権を授けた。ピサの田園地帯における司法権から帝国が手を引くこと、ピサ人は神聖ローマ帝国全土チビタベッキア、ポルトベーネレ、パレルモの半分、メッシーナ、サレルノ、ナポリ、ガーエタ全体、マーザラ、デルバーロ、トラーパニなど、 沿岸都市で貿易の自由が授けられること、シチリア王国のすべての都市で、ピサ商人の家が通りに建てられること。これらの特権の一部は後に、ハインリヒ6世、オットー2世、フリードリヒ2世らによって追認された。これらは、ピサの権力の最高潮を記していた。しかし、ルッカ、マッサ、ボルテルッタ、フィレンツェといった都市のピサへの敵意にも拍車がかかった。 これら諸都市は海に向かって横切り、自国の力を拡大する目論みがあった。ルッカとの衝突も、モンティノーゾ城の所有と、フランチジェナ街道の掌握という狙いに関係していた。ピサの突然の権力拡大は、ジェノバとの別の戦いへ導くことになっただけだった。ジェノバは、南フランスの市場で広範囲に優勢な地位を獲得していた。 戦争は1165年にローヌ川でピサの通称中心地へ護送していたピサ戦をジェノバと同盟者であるトゥールーズ博が攻撃したことで始まった。これは失敗した。ピサは他方でプロヴァンス博とも同盟していたのである。戦争は1175年まで決定的な勝利のないまま続けられた。摩擦の別の局面はピサ、ジェノバともハインリヒ6戦によって 特権を授けられていたシチリアで起きた。1192年、ピサはメッシーな征服を成し遂げた。この総話は、1204年のジェノバのシラクーザ、占領という前世を極めた戦いによって続いて起きた。あと、シチリアの貿易地点は新教皇インノケンティウス3世が即位したことで失われた。彼の前任者、ケレスティヌス3世によって、 ピサが破門された見解を排除したにもかかわらずである。すぐに彼はジェノバとの条約を明文化し、南イタリアでのピサの存在がさらに弱まることになった。南テレニア海でジェノバが優勢であるのと反対に、ピサはスペインフランスの伝統的な基盤との協力関係を強化していた。そしてアドリア海を治めるベネツィアへ挑もうとしていた。 1180年、ピサとジェイノバは、ティレニア海及びアドリア海での非集団的条約に同意した。しかし、コンスタンティノープルの皇帝マネル一世コムネノスが、死んだことで状況が変化した。すぐに、ベネツィアの護送船団が、東ローマで攻撃されたのである。ピサは、アンコーナ、プーラ、ザダル、スプリト、そして、ブリンディジとの貿易、政治的法令に署名した。 1195年、ピサの戦隊は、ベネツィアからの独立を守るプーラへ到着したが、セレニッシマは、すぐ反乱を起こした開港を再閉廷し遂げたのである。1年後、ニト氏は、ピサにとって好ましい結果となった和平条約に署名した。しかし1199年、ピサ人がプリッラデにある、ブリンディ事故を封鎖するという乱暴をジェノバに対して、働いた。 続く海戦ではピサはベネツィア艦隊に破られた。1206年に終わった戦争でピサはアドリア海への拡大の野望を全て諦める条約を結んだ。ピサベネツィア共闘における観点からジェノバの台頭に対抗して団結し、時には対コンスタンティノープル貿易による恩恵の増大に手を結んだのだった。1209年と1217年。 例立でジェノバとの敵対関係の最終解決のために2度の会議が開かれ、20年間の和平条約が結ばれた。しかし1220年、フリードリヒ2世がチビタベッキアからポルトベーネルまでのティレニア海沿岸を自分の総主権が及ぶ地域と確認した。反ピサを旗印に掲げたジェノバとトスカーナの反感がサイン列出したのである。その後の数年間のピサは、 ガルファニアーナデルクカと激突し、カステルデルボルコでフィレンツェ軍によって敗退させられた。ピサの強力な皇帝支持派としての位置が、新生ローマ皇帝と格闘していた教皇に対して、この町を全く正反対にしてしまっていた。そしてついに教皇は、北サルデーニャにあるピサの所領と町を奪い取ろうとした。1238年、グレゴリウス旧世は、反皇帝派である、 ジェノバ・ベネツヤ間の同盟関係を樹立させ、結果として、その同盟は反ピサ同盟にもなった。一年後、グレゴリウス9世は皇帝フリードリヒ2世を破門し、1241年にはローマで反皇帝会議が召集された。1241年5月3日に皇帝の息子であるエンツォが率いるピサの連合艦隊とシチリア船団が北イタリアとフランス、 トスカーナの前にあるいゾラデルジー領から運んできた高位生殖者を乗せたジェノバの護衛船へ攻撃を仕掛けた。ジェノバは25隻の船とおよそ1000人の船乗りが失われ、2人の数機卿と1人の死卿は身の白金のため捕虜として連れ去られた。この目立った勝利の後、ローマでの会議は失敗した。しかし、ピサは破門された。 この極端な処置は1257年に覗かれただけだった。いずれにしろ、トスカーナ諸都市は、コルシカの都市アレイリアを征服するのに好ましい地にあり、その地の利を利用しようとしていた。1243年には、トスカーナ諸都市がジェノバを包囲しようと準備さえした。リグエリアにある、ジェノバ共和国はしかし、この一撃から素早く立ち直り、数年前に、 キサが征服していた地中海での大きな拡張と承認階級の突出は市の監修における修正を勧告した。市政官のいるシステムは1230年に廃止され、新たな市の統治者は西軍の指導者として市民隊長と名付けられた。これらの改正にもかかわらず、征服地と共和国本国は、 デッラ・ゲラルデス・カケとビスコンティケの競争関係にあるに、貴族によって悩まされた。1237年、大司教と皇帝フリードリヒ2世が、ライバル関係のニアを和解させようと仲介したが、緊張はやまなかった。1254年、市民が暴動を起こし、コムーネにおける彼らの政治代表として12人のアンツヤーにデル・ポポロを押し付けた。彼らも立法権のある、 表議員を補足し、新たな市民の表議員とともに、主要なギルドや市民の会社の長老によって構成されていた。これらは主要な全体議会と立法機関の法律を批准する権力を持っていた。アルベルティのモロシーニが指揮するピサ最高艦隊が、1284年8月6日のメローリアの海戦でベネデットザッカリアと オベルトドーリア率いるジェノバ艦隊の輝かしい高等戦術に大敗を喫したとき、ピサの衰退が始まった。この敗北でピサの海運力は終わり、共和国は二度と以前のような力を取り戻すことはなかった。1290年、ジェノバはピサの主要港であるピサーの港を破壊した。そして、スキピオア・アエミリアノスがカルタゴにしたように、潮で覆ったのである。 ピサ周辺地域は、メローリア海戦によって数千人の船員を失った、板でから復活するのをピサに許さなかった。一方で、リグリア地方がジェノバへ十分な船員を保証したのである。品質が劣ったけれども品物が貿易で行き来し続けたが、アルノ川がその流れを変え始めた時、終焉がやってきた。川から上がって、市の港へ入るガレー船を妨げるようになったのである。 そして近郊でマラリアの流行が見られるようになった。1324年のうちにサルデーニャ全体がアラゴン王国に奪われた。常に皇帝派であったピサは14世紀の過程でコンドティエーレであるウグチョーネデラ・ファッツオーラ式のピサ軍はモンテカティーニの戦いでフィレンツェ共和国を敗退させさえし、ピサは再び軍事力を作り上げようとした。 しかしそのすぐ後、ピサは、共和国内の内部闘争によって二分され、力を失ったことで弱体化し、1406年に、フィレンツェに占領された。1409年、ピサは、大出馬解消を目的としたピサ公会議の場となった。さらに15世紀、港が堆積され、海から切り離されたことで、海への行き来がさらに困難になった。1494年に、 フランスオシャルル8世はナポリオーイを請求してイタリア諸国へ侵攻。フィレンツェ共和国が敗退し、ピサは第二次ピサ共和国として自治権を再生する機会をいきなり掴んだ。しかし新たな自由は長くなかった。15年間の戦争と包囲戦の後、ピサは1509年にアントーニオ・ダフィリカやアベラルド・サルビアーティ、ニッコロ・カッに率いるフィレンツェ軍に、 再征服されたのである。トスカーナ第一の港の地位は、リボルノに奪われた。ピサは、主として第二の地位に甘んじ、1343年創立のピサ大学の存在によって、文化的役割に借り立てられた。その衰退ぶりは人口に明らかに見られ、中世以後ほぼ不変であった。ピサは科学者、ガリレオ・ガリレイの生誕地である。未だ大主教座がどまっている。 ピサ大聖堂と、トー。第二次世界大戦中、繰り返し爆撃を受けたが、現在は、工業中心地及び、鉄道のハブとなっている。ピサのトーミラコリ広場にある、カンポサントサンタ、マリアデッラスピナ教会のファサードサンフランチェスコ、教会パラッツォデッラカロバーナチッタデラ側をまたいで、旧市街の北側には、ミラコリ広場には、ピサ大聖堂、ピサ洗礼堂、 墓所などの史跡や建築物があり、ピサの社頭もその一つである。ピサはピサ大学の所在地である。ピサ大学はメインキャンパスを持たず、ピサ市内に講義旨が点在していることが特徴的である。特に物理学、数学、工学、コンピューター科学の各分野で名高い。サンターナ大学院大学、ピサ高等師範学校は、 イタリアの学問研究のエリート養成機関で、主として大学院生の教育と研究を行う。その他、イタリア学術会議所属の有機金属科学、研究所拠点があり、計算機科学、情報科学などの研究が盛んである。東側の地中海に面した高級住宅街マリーナ、ディピサは、年金生活者が多く暮らす、夏のリゾート地である。 ピエル・パオロ・パゾリーニの王妃メディア第30回カンヌ国際映画祭パルムドールを受賞したチチパード・レ・パドローネ第69回アカデミー賞作品賞を受賞したイングリッシュ・ペーシェントがピサで撮影された。ありがとうございます。